はい、こんばんは。アキラのゲームへようこそ。オクトストラベラー大陸の覇者の実況です。はい、というわけでですね、オクトラ実況を久しぶりのゲームプレイの実況となります。この間はね、ちょっと解説が多かったんですけども、先ほどの動画で言いました通りですね、ちょうど今ですね、富野翔のラスボス戦の手前なんで、このままラスボスの方向かってやってみようと思います。では参りましょう。俺たちは互いを信頼している。はい、それでですね、強豪敵との戦いが予想されますということなんで、ここからですね、ちょっとね、思いっきりネタバレを含む内容となりますんで、ご注意ください。では、やっていきます。いやね、あのオクトラね、もうすでにまたもうね、多分もうクリアされた方はね、見てると思うんですけども、お楽しみいただいているかしら。話が濃いんよね、濃い、ほんと。しぶとい坊やたち。さあ、来ました。ヘルミニアもね、大概の悪ですよね、ほんとね。バルジャロさん、会うのは3度目ですわね。これが最後だ、ゴッドマザー。そう言わないで。これまでのことは互いに水に流しませんこと。もし私の下で働いてください、あなたの好きな薄汚い町を丸ごと買って差し上げますよ。誰がお前なんかになびくかよ。バルジェロさん、いかがかしら。あなたは賢明だと思っているのだけれど。実況を挟めない。もうあんたこそ賢いだ。話がもうしっかりしてるというか、あのもうね、あの本当今ね、今権力の章とか、あもう一つの章ね、あ名声の章はね2章まで終わってるけど、いずれも本当にこう2章の終わりって全部胸が刺さりません、辛かったから。だからこそなんですよ、3章に向かっていく気持ちが強いというか、あそんな感じです今。はい。だったら俺の答えを知っているはずだ。俺の仲間と同じさ。あ、あ、やっぱり捕まってたんだ、ね、仲間一人帰ってこなかったからね。ティツヤーノ、この坊やも買おうとしたのだけれど、なかなか言うことを聞きませんの。なるほどなるほど。貧しさのあまりお金の価値を忘れたのかしら。思い出すよう苦痛と粉をたくさん与えたんだけど。怖っ怖っ。ああもう、言葉すら忘れちゃったみたいね。ティツヤーノ！さあ、私に従う気になったかしら。このバルジェロがブシャラティと被りますね。ぐらいかっこいいというか。なあバルジェロ、もういいだろ。ヘルミニアの下でもクソでも何でもいい。言うこと聞いてティツヤーノを返してもらおうな。あいつはああなるまで俺たちを売らなかった。それを無駄にするな。でもそれにヘルミニアの答えは初めから出ている。バルジェロ正解よ。うわあ、ティツヤーノ、ティツヤーノ、
どうせいつものチョークだろな。チョークだって言えよ、ティチアール。実況してられないわ、こんな。前を向けピエロ、背後にはもう何もない。いい目よ、バルジェロ。あんたには買えないぜ、俺たちの財産を。へえ、何ですのそれ。富なんかよりよっぽど価値あるものだ。ああ俺たちは互いを信頼している。黄金の風思い出す。分かる人分かっていただけますか。ヘドが出ます。そんなものに値打ちはなくて、あなたにも今ここで分かりますわ。富の前にひざまずきなさい。さあ来ました。ちょっと戦う前がもうやばいけどね。頑張っていきましょう。とりあえず前衛がいるね。とりあえずは調べるで、弱点を見抜いていきましょう。一体ね、調べるをヘルミニアにしましょうか。ヘルミニアに調べるにして、で、あとは戦うでとりあえず、ブレイク外せるところ外していきましょう。シールドを剥がしていきましょう。おい、とりあえずね、前衛こいつを、おし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 、弓が入ったね。うわ、よし、ブレイクした。見直した。オッケー。後ろは本が弱点ってのが分かりました。で、手前が弓と杖が弱点ってのが分かったんで、これはもう叩き込んでいきましょう。で、問題は後ろなんで、どうしようかな。後ろに、いや、もうさっき前衛をさっきやってしまうか。いや待てよ、サミダリアで交代しとこ、交代して、いや交代、悩むな。戦うでとりあえずも手前をやっていきましょう。で、魔法が全体に入るかもしれないかもがあるけど、とりあえず魔法も入れていきましょう。ダメージ入れるかもしれない。あ、待てよ、それやったら交代しそう。交代して手前に行きましょう。杖はね、後でこの前衛のこの羊をまたもう一回シールド剥がした時に使うとして、で後衛を交代して、ギルデロイの槍で、ボルトスパイクでちょっと全体にダメージを入れてきます。さあこれでどれぐらい入る。あー、よし、出血しないように任せたぞ、スパイク。よしよし、お、よし、斧も弱点だったね。前衛が斧出血取った。あー、で、ダメージが、結構入ってんね。ビオラに結構ダメージが入ってしまってるのと、探検が弱点じゃないんで、ここはちょっと交代していきましょう。交代して、ブックが鳴ってますんで、取れるかな。羊もさっさと取ろうと思うけど、羊は多分、弓と斧と杖があるんで、杖で多分交代でそれでブレイカーも取れていけるんで、いけるとして、とりあえず弱体化をさせとこうか。エレメントクラッシュ入れときます。で、ここは
スキアクローの全シグレアレ全体物理、いや待てよ、あスキアクローの戦うで、羊を取りに行くのとロディオンの戦うで取るで、あと2発入れなあかん、あーでもどうしようかな、交代しようで、これ戦う、これじゃブレイクは取れないな、でもなこれやったらこうスキアクロー交代してハンイットで、ハンイットで、あ待てよ、これはスキアクローの戦うをかける2にすれば、これでブレイクが取れる。でボルトスパイクは弱点じゃなかったんだ、結局ね弱点じゃなかったから火炎魔法全体を打ち込んでみましょうか。はい、はい、これでよし、結構ダメージ入ってる、やばいな、追い風が吹いて、これでエレメントクラッシュ、はい、あとは頼むぜ、よし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 、どんな物語になるか、さあヘルミニア弱点闇属性が分かりましたね、闇属性が弱点だけど闇属性持ってないな俺ので、本が弱点なのは分かった、だからとりあえずおじさんは本で戦いましょう。んで、回復を入れていきましょうか、まだいいか、回復まだいいな、いや自分に入れとくか、回復入れて、で弓矢を入れてみよう、はい、でこっちもね本が弱点の分かってますんで、もう、本で、下でペレディールですでに、かける4までいけるね、かける4までいけるんで、ここでかける2を入れといて、これでブレイクも取れる、あかける1でいいんか、こっちマックスだもんね、かける4でマックスだからかける5までいってるから、でいきます、これでとりあえずまだねそんな強ダメージは来ないろ、よしよし持ってる持ってる、回復回復 OK、よしブレイクした、いった、でも弱点が分かんないのが怖いな、隙が見えるぞ、交代して、炎が弱点ではないのも分かった、だったんで、あじゃあここは交代やめて普通に炎の戦いをして入れるのと、あ風、交代しよう、でリンディオミをぶち込ましてみましょう、結構ダメージでかいんでリンディオミは、で回復を、いや回復してる場合じゃないな、これは攻撃入れた方がいい、交代して出血弾入れましょう、でペレディールも戦ういけるけれどもね、弱点は一旦置いといて、雷入るかもしれないね、雷入るかもしれないから入れてみましょう、行きましょう、さあ突進283ダメージ、出血弾520、出血弾入ってる入ってる、温度も弱点だった、よしよし、雷も弱点でした、よしよし、ギャンブルに勝ちました、ある意味ね、なので雷も、弱点でした、で温度も弱点だった、本とあともう一個なんだ、温度より前ということはもう意味もないし、で槍もボルトスパイク入れてダメだったんだろ、で探検も、あ探検があるな、な交代して探検入れてみましょう、全てを奪う、で弓は弱点ではなかったんだけど、リンディオビがワンチャン剣が入るんで、入れてみましょう、でこれは普通に戦うで、であと本だな、本なんでここでこれでこれでいけ、ね、よし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 、探検、探検でしたね、いけるかこれで、これでよしブレイカーいった、これはもらったな、もらったね、なのでもうブレイクしてくれてるんで、トリプルエッジ探検入れるのと交代してスキアクロ、思いっきしいきましょう、2連号車マックスで、でロディオンも、弱点なんで出血弾いきましょう、で等は交代して来所マックス、これでどうや、トリプルエッジ入った、終わりだ、はい無事楽勝でした、まあレベルは全員で
20とか21ぐらいですけれども、ヘルミニア勝つことができました。やるじゃないの。さあ続きですよ。大丈夫か。お前が バルジェロに力をもたらした。お前さえいなければ。ちくしょう、ちくしょう。その指輪。俺は信じている。自らの力を、仲間の意志を。俺たちは負けない。お黙りなさい。信じる？そんな醜いもの？おぞましい。仲や好物をなめ合って、このいまいましいゴミ虫どもが。虫のクソを信じるくらいなら行った方がマシですわ。信じるに足るのはこの自分と富だけですわ。もっと力を。あれ、覚醒するんです、こっから。もしかして命宿りし指輪よ、真なる力を。おやおや、真なる姿を我に与えたまえ。そうなん。まさかの2連戦。マジかマジか。マジに魔女じゃん。マジに魔女ですね、これは。仮王女ヘルミニア。声変わった。行く会となって反省しなさい。私の富を奪おうとした。この世の富は私のもの。そんなに好きなら富と一緒にくたばりな。だが俺たちの大事なものは返してもらう。俺たちはあんたを倒し新たな時代を作る。うわ、マジか。こっからか。マジだ、ラスボス戦か。許すわけにはいきません。シールド15ってか。で、斧は分かったね。さっきと同じなのかもしれないね、パターンでいくと。そうやったらね、弓はで、斧がこの位置にあるっていうことは、多分このままでもいけそうな気がするね。弓矢はないだろうけども、で、コーンがあるかもしんないのと、ちょっとでもな、 HP がやばいな。まあ行くか。とりあえず一旦調べる。はい、はい、同じですね。これは同じだ。多分精神崩壊の警戒。なんかやられたぞ。はい、SP がね削られていくか。王権の基本だ。よしよしよし、一緒だね、これ。完全リンクしてるわ、さっきと一緒ですね。せやなら、要は SP が全盛が削られてるんで、多分後ろ下げた方がいいんですよ。のと同時に、とりあえずでも削りに行きましょう、ね、トリプルエッジで6つ削れるしね。でここは普通に戦うで、んで、ここもロディオも戦うを入れて、でベレティールは本なんだけど、交代して、ギルデロイが、来将をね入れてもらいましょう。これで、はい、とっととね、羽賀さんとこれ多分話ならへんやろ。ほら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 、うわ、行った、速攻行ったな。おじいちゃんが行ったぞ、やばいな。さてさて、
やばいな、これ回復してえな。交代して、弱体化させましょう。はい、交代しましょう。で、あ、こっちも雷鳥持ってるわ、そういや。雷鳥を食らわしましょう。で、交代して、大回復。わかった。で、こっちも雷鳥のままでいきましょう。お願いします。あとは任せ。よしよし。うわうわ、怖い怖い。エレメントクラッシュ。ボス戦がシビアすぎる。相変わらずそこが面白い。さあ、あとブレイクよ、シールドあと4つなんで、ホーム弱点でしょう、普通に戦うで。これで削れるんじゃなかろうかと。で、回復は入れれないかな、回復は。あれ、でもイカズチも弱点だったんだろ。そうやろ。で、本も間違いなく弱点なんだよ。回復ないか。これでいいか。あ、はい。で、戦うしかできないね。もう来週消えちゃってるもんね。で、交代できんから、回復もできんからね。戦おう。はい、友なるイカよ。し、これ…うわ、うわ、うわ、怖い怖い怖い。彼の身に奇跡を与えたね。よし、納得してくれ。よし、ブレイクを取れましたんで、よし、交代して一気に叩くよ。一気に叩くよ。ダブルスキング交代して、2連合者最大マックス。そして交代して、出血弾で、ここでさあ、今だ今だで、今だで。さあ、325、228、522、戦うかける3で、よし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 。まあでもまた15か、こっからまたか。長えな戦いが。これを戦っていきましょう。いや待てよ待てよ、その前にね、エレメントクラッシュをね入れてね、弱らしときたい。で、その上でスケアクロはもう SP がない。あんたらもう全員 SP がないからな。あ、範囲と回復させよう。あれだったらね。で、これもロディアも回復させよう。で、もう回復魔法も使えないから戦うしかできない。わかった。これも戦うしかできない。とりあえず、あーあー、やられた。やりすぎだよ。よっ、エレメントクラッシュ。になるかしら。やばいな、これ全然削れねえよ、マジか。せりゃー。いや待って、これ打ち抜く。あか、これは普通に戦おう。あー、マジか、ロディオン切れたか。くっそ、闇属性と雷属性やったよな。これしかない。よしよし、11。あれ、シールド剥がすまでが長いよ、これじゃね。くそー、これしかねえな。これしかないやろ。ないやろ。来週まで回復しないからね。これでよし9。あー、もう、あー、また来た。 SP 削りに来た。私の白いドレスを着て白い血を吹きなさい。俺がやる。くっそー。あーっと、バッテリーやばい、バッテリーやばい。っていうか収録時間24分長い、ごめんなさいね。僕はもともと戦ってるからなんだけど、でもやるしかねえんだね。やるしかない、もうマジでやるしかないんで、ほんまこれ。とりあえずブレイクを取って叩き込むしかない。あー、削られた。あー、怖い怖い。持ってるけどな、とりあえず今のとこ。でも SP を完全削られるのは相当痛いな、これ。エレメントクラッシュを引き続き入れましょう。
で戦うしかない、戦うしかできないね。もう、あ、待てよ、ちょっと待って、交代しよう。でこうだね、本で殴るか剣で殴るかって話だからな。もう俺の選択肢がね、 SP を削られてるからこれで。あと5分投げ。ああ、まだ。おりゃ。SP 俺がやる。交代して。ヘルに。ライチョウが撃てるか。ライチョウがいけるな。ライチョウ撃った後に。これでも一発入れろ。私の出番だな。戦うしかできない、戦うしかできない。もうどうなるか。よし、雷鳥ダメージ結構入んね。よし、あと2、あと2。うわわわわわ、ひどいひどいひどすぎる。これで2で落ちる。この2で落ちるんで、よし、これで落ちた。で、よし、1040。でももう間に合わない、間に合わない。戦うしかできない。お願いします。197。いける。何がいけるねん、無理やって。これはもう思いっきり戦うしかない、やるしかない。しまった。いや、かなり刺激的だな。かなり刺激的だわ、ほんま、マジで。くそ、雷鳥を撃てるまで復活してくれなかった。全力だ。かかってこい。あー、 SP が回復しないよ、もう。せいぜい苦しみなさい。私が白いドレスを着て白い血を吹きなさい。どう動く？3、3って出てるでしょ。もうこれもカウントダウンでしょ、要は。これもう死にたいだね、完全に。すまない。あー、コンティニューすることで、あ、再開できるんですね。全滅した時点でから、こっから。はい、ルビー30を消費してコンティニューします。はい、もうね、ここまで来たからね。さあ、行きまーす。さあ、もう、がっつり行きましょう。はい、トリプル H で、ライチョウ、そして、交代して、戦う4発で、交代して戦う4発。のトリプルエッジよりもこっちの方がええんか、これやったら。これで、はい、しかできないこと。いきます、はい。友なるイカブチよ。11。よし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 、2ってなってるのが怖いね。よし、これでブレイクしたのでリセットされたので、さあ行きましょう。行こう、マックスで。雷鳥マックスで、出血弾マックスで、こっちも雷鳥をマックスで。さあ、これでお願いします。ワンコ、よし、1037。出血弾817。あー、あかんかった。もうあとでも少しや。こっから全力でいきましょう。引き続き全力で。さあ、これで、よし、持った、いけ、よし、あー、よかった。ありがとう、私楽しみ。あー、よかった、30分。すみません、ワンコンしちゃったんですけれども、あー、カリオジョヘルメニア勝てました。勝てたって言っていいんかな。きついね、あんな2連戦待ってると思わなかった。指輪が大丈夫、俺時間今はい、大丈夫だ、大丈夫、はい、終わりだ、
ゴッドマザー。渡しませんわ。はい。私の富だけは。さあ、どうなの？もう肩はついた。基本無料のスマホゲームかと思うぐらいの壮大さです。くそ寒いな。はい、というわけでですね、もうここから先のはですね、ぜひぜひ皆さん実際にプレイしてみてもらった方がいいかなと思いますので、今日はこれぐらいにしておきます。まあ、てか収録時間がものすごく長くなっちゃったからね。とりあえずですね、富の章これで、第3章までクリアすることができました。なので、まあ引き続きですね、権力の章と、名声の章のボス戦の方もですね、できればこういう感じで実況でお伝えしていければなと思うんだけども、本当面白いね。てかだいぶ胸に刺さるシーンが多かったんで、まあ本当に、オクトラ面白いなと思います。まあこんな感じですね、今日はちょっとね、完全ネタバレの、ね、動画だったんですけど、よかったな、面白かったな、楽しかったなと思っていましたらね、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。でまあこんな感じですね、オクトラ実況の方を、まあ、解説と、たまにねこういう感じでプレイの実況の方もですねやっていこうと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。あらら、パンも凍ってら。誰かが寒い思いをするのは、誰かが火を独り占めするからだ。火はみんなで分け合わなきゃな。そういうことだ。